皆さん、こんにちは。こちらは京都弁護士会です。これより、脱炭素セミナー 1.5 度目標、2050年脱炭素に向けて、私たちには何ができるの?を開催します。私は司会進行役の弁護士、吉田誠司と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日の進行予定を申し上げます。セミナーはただいまより1時間30分程度を予定しております。最初に弁護士会より開会の挨拶を申し上げた後、4名の講師に順々にお話をいただきます。それぞれ15分から30分のお時間で4つのテーマをお話しいただきます。16時半ごろに終了する予定です。ウェビナーの入退室はご自由にしていただいて結構です。それでは最初に京都弁護士会会長大脇美穂より開会のご挨拶を申し上げます。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介預かりました。弁護士の大脇と申します。本年度の京都弁護士会の会長をさせていただいております。皆さん、本日は京都弁護士会の脱炭素セミナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。京都弁護士会は、全国の弁護士会に先駆けて、15年前から KES、環境マネジメントシステムスタンダードを導入して、京都弁護士会館及び当業界の環境改善に取り組んでいます。しかし、地球温暖化は全く止まらず、大きな災害にもつながっています。本年10月15日、日弁連人権擁護大会でも、気候危機を回避して、持続可能な社会の実現を目指す宣言が満場一致で採択をされております。本日の当会のセミナーは、このような状況の中で私たちに何ができるか、現在どのような取り組みがどこで行われているかについて、講師の皆さんからお話をお聞きして、私たち全員でこれからの取り組みを考えていくための企画となっておりますので、最後までよろしくご視聴ください。それでは続きまして、最初の講師、浅岡美恵弁護士より、2050年脱炭素はなぜ必要?というテーマの講演をいただきます。15時20分ごろまでの予定です。それでは浅岡さん、よろしくお願いいたします。京都弁護士会の浅岡でございます。明日、明後日からイギリスのグラスゴーで COP26 という国連の会議が開かれます。そのことがありまして、ただいま私はグラスゴーに入っております。イギリス現地時間では現在午前7時でございます。それでは画面共有をさせていただきたいと思います。できますでしょうか?はい、朝に COP26 直前であります。COP21 が2015年パリ協定が採択された年でありましたが、それから5年が経過いたしまして、このパリ協定をどのように、現実化していくか、実施をしていくかという時のための大変大きな重要な会議だというふうに位置づけられています。岸田首相も急遽こちらにご参加されると聞いております。で、2050年脱炭素、これは急務なのでありますけれども、現状では世界の取り組みを足し合わせましても、これがちゃんとできたといたしましても、まだまだその 1.5 度、2度の目標にも遠いというのが現実であります。
そこでこの COP26 では、まず、もっと目標を引き上げて、この 1.5 度の道に沿わせるように各国の取り組みを強化していこうと、まあ、そういうことが大きく議論されるところになっております。申し上げるまでもないことですけれども、ここ数年、10年ぐらいでしょうか、まあ、世界中どこでも非常に極端な暑さ、そしてそのためにこうした火災、山林火災が延々と続く、今年の夏、6月から7月頃から始まっているんですけれども、カナダの北部の方で気温が 49.6 度を記録するというようなこともありました。そして、極端な豪雨も各地で頻繁に、起きています。そして、他方で大変大きな極端にまた乾燥する干ばつということも起こっています。まあ、世界各地でさまざまな気候異変が起こっている。これは気候変動という言葉を今まで使ってきましたけれども、もはや気候の危機であるという認識がここ数年高まってきているわけであります。で、このような気候を、地球が温暖化し、気候がおかしく、気候が変動している、おかしい、気候の危機だ、このあたりは大変も皆さんの認識になってきているところでありますが、今年の8月、国連の下にあります科学者の集まり、IPCC というところの出して、5年ごとぐらいに1990年から順次、公表されてきたレポートがありますけれども、最新のもの、第6次レポート、この夏に出されたんですが、それはこうした地球温暖化や気候の危機といったことも、人間の活動、産業革命以降の人間活動がこうした気候システムの異変をもたらしていることについて疑う余地がないという、まあ、ある意味で断定をしたわけであります。人間の行動を変えなければどんどん温暖化は進むということを、まあ、改めて確認されたということでありました。で、このグラフの左の方は大気中の二酸化炭素の濃度を1985年から2020年までの経緯をグラフにしてみますけれども、およそ直線的に高まっていると、右肩上がりになっているということがお分かりになると思います。で、こうした調査を始めましたのは1958年頃であります。で、この調査なども元に始めたことも、きっかけともなりましてですけれども、今年のノーベル物理学賞を受賞されました真鍋博士は、今からもう約50年前に、この大気中の二酸化炭素濃度が2倍になると地球の平均気温は、この産業革命前に比較的安定した1万年ぐらいがあったわけでありますけれども、その 280ppm を2倍になると、大気中の地球の平均気温は産業革命前から 2.3 度上昇するという予測結果を立てました。まあ、これが気候モデルとか気候シミュレーションというものの一番きっかけになったもので、それが評価されたわけでありますけれども、現在は約 410ppm をちょっと超えたところで、平均気温は 1.1 度とか 1.2 度産業革命前から高くなっているということになっています。で、右のグラフは第6次レポートにありますものですけれども、人間の活動を加味しなければ、シミュレーションでいきましても下の水色のような気温の変化になるけれども、この間の人間の活動、二酸化炭素などの排出量の増加というものを加味していくと、上の方の黄土色のような、そうした流れになっていく。それと実測値を組み合わせてみますと、人間活動がこうした気温上昇を招いているということが、各
確認された、まあ、実証されたと、これが先ほどの疑う余地がないということになったわけでありましたけれども、特にこの表グラフから見ましても、2010年ぐらいを超えましたところから非常に顕著に、差が2000年前後頃ですね、から、顕著に、この開きギャップが広がってきていると、まあ、目に見えるよう温暖化というものが目に見えるようになってきたということだと、ごめんなさい、言えます。で、このように地球が温暖化していくのですけれども、そのことによって極端な現象が非常に頻度が頻回に出現する、そして一つずつが非常に強いものになるということも今回の第6次レポートで報告されております。このグラフは、例えば50年に一度のような、もう命の危険のあるような暑さというものが、この右の方の赤い点々などで示されているものなんですけれども、現在でも産業革命前から見ますと 4.8 倍頻度が高くなっていると。これが 1.5 度になるだけでも約2倍 8.6 倍にもなると。で、2度に上昇、気温上昇が2度ということになりますと 13.9 倍、まあ、3倍4倍と現在の頻度から見ますとこのようになり、4度にもなるともうとんでもないことになり、本当に毎日が極端な命の危険のある暑さというような地球になるということであります。一昨日、2日ほど前でしたが、グテーレス事務総長が、このまま地球は破局に向かって行ってるんだと大変強い危機感を示したんですけれども、まあ、こうした事情を示しています。また気温が上昇していくことによって海水面の水位が、まあ、今も上がっておりますけれども、たとえ 1.5 度に抑えても、あるいは2度に抑えても、今からよりもずっと海面上昇は続きます。この下の緑のような青いラインでいきます。3度4度ということになると、もっと海面上昇は続きまして、高潮などの被害が現実に 大きく上回ることになるわけですけれども、これで終わりではなくて、仮に2度の気温上昇にとどめたといたしましても、海面の水位の上昇というのはあと何百年も続く。海面上昇は始まったばかり序の口の段階にあると、まあ、小さな島しょ国が海の中に沈んでしまうということをよく言われますけれども、海岸線の多い日本などもたくさんの人が住み工業地帯があるわけでありまして、本当に人ごとではない、危険の中にいるということになります。まあ、こうしたことが科学者から示される中で、もう10年ぐらい、10年以上前からなのですけれども、科学者たちは、産業革命以降、人為的に出してきました二酸化炭素などの温室効果ガスの総排出量、累積量ですね。で、二酸化炭素は分解しないということで、累積量が地球の平均気温のとほぼリニアで、比例的に上昇しているということは、逆に言いますと 1.5 度の気温上昇にとどめるとしますと、これもう出せる、大気中に放出できる、排出できる二酸化炭素の量というものが逆に決まる。で、現在までにこれだけ出しましたといたしますと、もう残りはこれほどしかありませんという計算ができるわけであります。で、これをカーボンバジェット、2度までのカーボンバジェットという意味で残余のカーボンバジェット、 1.5 度であればより厳しいということになります。一番新しい IPCC のレポートでは 67% の確率で、まあ、3分の2ぐらいの確率で世界の平均気温を 1.5 度に収めるとすれば、400ギガトンほど、4000億トンほどしか残りはないと。これを例えば人口比で割りますと、日本には 6.5 億トン、65億トン程度しか排出できる枠、余裕がないと。
ところが日本が今現在1年間にエネルギー起源の二酸化炭素を10億トン以上出していますので、本当に数年分しかないと、まあ、これが全財産だと考えて、脱炭素の世界に移行しないといけないということを教えているわけであります。まあ、そこで、IPCC のこれも新しいグラフでありますけれども、ここの水色に書きました枠ですね。でこれが 1.5 度にとどめるのに近いかなというラインだそうでありますが、このように急激に下げていっても、この水色のぐらいの二酸化炭素が累積されます。まあ、そのことによってようやく2100年頃かけて 1.5 度ぐらいに抑えられるか、それよりも緩やかな排出、あるいはもっと増やす、今よりも増やすというようなことをしていますと、この3度とか4度とか、まあ、そうした気温上昇になっていくということであります。非常に早く大きな対策を取らないといけないということが示されたわけでありまして、昨年菅前首相が10月に日本も2050年カーボンニュートラルということを宣言したのでありますけれども、これは日本が初めてということではありませんで、主要な120カ国以上がすでに言っていたことでありまして、まあ、日本もそこに乗ったということであります。で、これはちょっと皆様の中に追加したものなんですけれども、おとついですね、ユネップの方から、国連の COP26 に向かいまして、今、日本の排出削減量の引き上げというものも含めまして、世界がこれだけ削減しますというものを足し合わせましても、今現在、ここにあります、この程度でありますということであります。で、1.5 度にするにはこういうライン、2度にするにはこのオレンジのライン、もう誠に足りないということをさらに強調されまして、グテーレス事務総長はこのままでは破局に向かっていると、大カタストロフィーに向かっているという非常に厳しい言葉もあったわけであります。まあ、そこで COP26 では各国はもっと目標を引き上げなきゃいけない、それを具体化するためには、まあ、石炭を早くやめないといけない、再生可能エネルギーを増やさないといけない、自動車など早く電動化を進めないといけない、途上国でもするためにファイナンスを、資金を提供していかなければいけないというようなことが課題となっておりまして、どこまでその話を進めることができるか、それが明日からの会議ということになります。で、これは日本についての状況でありますけれども、日本の場合は、まあ、9割以上が二酸化炭素でが問題でありまして、そしてそういう中でも発電所が全体の3分の1以上、エネルギー起源だけで見ますと4割以上が発電所、すなわち石炭火力発電所や天然ガス火力発電所から排出されている、その他重工業などが続くと、こういう状況にあります。まあ、これらを踏まえまして、各国はこれは国の2050年の目標、そして2030年の目標が右側ですけれども、まあ、これでも足りないと言われているわけでありますが、再生可能エネルギーをもっと拡大していこうと、まあ、石炭をやめて再生可能エネルギーを拡大していこうという目標をそれぞれ出しております。日本は2030年 46% です。目標を少し引き上げたんですけれども、再生可能エネルギーの目標っていうのは2030年に36から 38% を、まあ、目処としてということでありますが、まあ、このグラフをご覧いただきましても分かりませんように、ほぼほぼ早く進めている国の現状にもちょっと足りないぐらいのことが2030年の、まあ、目標として、でその実現可能性が、あるのだろうかと、そのための制度整備が必要だという議論が起こっているわけであります。
で、これは詳しくは、また、お時間のあるときよく見ていただければと思いますけれども、IEA という国際エネルギー機関、OECD の経産省のようなところでありますけれども、そこもこの気候変動というのは産業、経済界全体も壊しかねないということもあります。そこで、各分野別、セクター別、発電の事業、重工業、それから運輸自動車など、そして、商業や家庭生活など、この色分けをいたしまして、いつまでに、例えば2030年までにこんだけする、2035年にはこうするというような、非常に分かりやすいロードマップを発表いたしました。これは今年の5月のことであります。そこで石炭火力は先進国は2030年にはもう廃止やめるんだというようなことも IEA そのものが話していくというようなそういう現状にあります。まあ、日本はなかなかそうはなっていないということであります。ということで日本はこれまで排出削減がなかなかうまく進まずうろうろしてきたのですけれども目標もこの棒グラフにあるように高かったのでありますけれども、さらにそれを引き上げることにはいたしましたけれども、どうやってこれを実現するのかと、まあ、そういうためには、まず省エネが大事だと、これ今日お話しいただけると思いますし、脱炭素、脱石炭火力、まあ、まずは石炭火力をやめよう、再エネを開こう、まあ、その再エネを拡大するためにも電力を事業者は選んでいこう。建築物対策を行うカーボンプライシングと言われますように、まあ、炭素税と言われたり排出削減をしないとかえって高くつくという仕組みを早く導入しなければいけない、まあ、これらはみんな世界の趨勢になっているということになっております。はい、COP26 にも彼女若い人たちもたくさんやってくるということのようでありますが、グレタさんが非常に衝撃的に、話しされているようにこの彼女たちのような若い世代が将来経験する気候というのは今の私たち大人も子どももその決定と行動にかかっていると大人たちは子どもたちを愛しているというならば私たちの未来を奪わないで負担を課そうとしないで今ちゃんと削減してくださいとお話はもういいんですと行動してくださいと、まあ、そうして、話をしています。で彼女がいつも言われる強い一番大きな動機はこの気候危機の重大さを知ったら忘れることはできないと、もう 見ないふりはできないと、まあ、私たちにも求められていることだと思います。以上です。ありがとうございました。失礼しました。浅岡弁護士、ありがとうございました。実は、あさってから英国グラスゴーで始まります COP26 を見届けるために、グラスゴーに浅岡先生は入っておられました。ここからのご参加でした。ありがとうございました。続きまして、中小事業者の省エネ・再エネチャレンジというテーマで、有限会社日の出屋エコライフ研究所の山見平久さんから約30分ほど15時50分頃までの間の予定でお話をいただきます。それでは山見さんよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。有限会社日の出屋エコライフ研究所の山見です。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。そうしましたら私の方もちょっと画面共有させていただければと思います。画面の方、大丈夫でしょうか。そしたらですね、ちょっと私の方、スライドというよりは、配布資料みたいな形になっておりますけども、この形で、ちょっとお話をさせていただければと思います。先ほど、浅岡先生からの方からですね、まず省エネというお話があったかなと思います。で、タイトルの方はですね、省エネ再エネチャレンジというふうに書いてありますけども、私の方のお話もやっぱり、重点を置いているというか、やっぱりまずですね、この省エネというものを大事にしたいというようなちょっと思いがあって、お話をさせてもらえたらなというふうに思っております。それではですね、ちょっと簡単に自己紹介だけさせていただければと思います。
私の方はですね、有限会社日の出アイコライフ研究所というところに所属しております。で、日の出アイコライフ研究所ではですね、自治体さん等とかにですね、エコライフとかそれから省エネ事業なんかのサポートという形で、いろんな事業をさせていただいております。大きくはですね、例えば光熱費などの情報をですね、入力すると、今あなたのお家はこれぐらい CO2 を出していますよとか、こういうふうにすると削減ができますよみたいなことです。結果を、出してみたり、対策を示してみたりみたいなことをするようなウェブサイトを構築したりですね、そういったことであるとか、それから、事業者さんであればですね、例えばタブレット端末を使って、内窓に変えるとこのぐらい省エネができますよみたいなことを、まあ、顧客にこう示していくというような時に使うツール、道具であるとかプログラムであるとか、そういったものを開発したりなんかもしております。で、最近ではですね、ちょっとそういうプログラムだけでは面白くないのでですね、そういう環境にまつわるボードゲームを作ってみたり、それから、ちょっと別の NPO さんの協力でですね、自分の田んぼを育てるというプロジェクトがありましたので、それの、ウェブカメラを作ってですね、ライブ配信用のカメラを作って設置させてもらったり、なんてことも、事業の中でやらせてもらっています。今言ったボードゲームであるとか、ウェブカメラなんかも私は担当していましたので、そういったことも、やらせてもらっているという形です。で、私の方はですね、主には、もう一つ、自転車発電装置という、自転車をこう漕いで、発電を体験してもらうという装置の貸し出しを行っているんですけども、これのですね、担当しておりまして、ちょっとコロナが始まる前までは、全国でですね、いろんな文化祭であるとか、地域のその環境イベントであるとか、そういったところに装置をお貸ししたり、それから、イベント企画をしたりとかですね、して、自転車発電を貸し出しするという形で、いろんなことを、事業をやっておりました。残念ながらというか、いた仕方ないんですけど、このコロナ禍になってしまってですね、いろんなイベントができないということになってきてですね、ちょっと去年1年間ぐらいはやっぱり、あんまりそのイベント自体がなかったというのがあってですね、しばらくちょっとお休みしてる感じだったんですけども、最近ようやくまた、そういう環境のイベントやりたいですというような問い合わせがちょこちょこ増えてきましたので、またこう徐々にね、コロナを乗り越えてこう再開できたらいいかなというふうに思っています。そして、今日のですね、本題でもあるんですけども、メインの一番大きな担当業務としてはですね、省エネ診断業務、事業所の省エネ診断というのを、やってきました。で、今ここにバババーとちょっと書かせてもらってますけども、いろんな事業に関わってきてですね、環境省さんの CO2 削減ポテンシャル事業であるとか、それから、滋賀県さんであるとか、豊中市さんであるとか、京都府であれば省エネ節電アシスト隊とかですね、そういったようないろんな事業に関わる中で、大した件数ではないんですけども、100件ちょっとぐらいですかね、100件ちょっと超えるぐらいの、中小企業の、事業所に関わり、省エネ診断させていただいたり、いろんなレポートを作ってアドバイスさせてもらうということをこれまで、やってきました。ちょっと今日はですね、そういったことの経験などもちょっと踏まえつつ、どういった現状であるかとか、これから、ね、どのようなことがどのぐらいできるかみたいなことを少しお話しできたらなと思っています。はい、それでは次にちょっと行きますね。今日の多分お話の後半は、京都弁護士会の会館の方もですね、診断を受けられたという話ですね。その話もちょっと聞けるんじゃないかなと思ってるんですけども、そもそも省エネ診断って何をしてるのというところだけ簡単に、触れておきたいかなと思います。簡単に言うと、なかなかこう、お店とか事業所やっててですね、何をどうしたら電気代、もちろんその、今で言えば脱 CO2 かもしれないですけど、皆さんからしてみたら、とりあえず電気代下げたい、ガス代下げたい、けどどうしていいかよくわからないというようなことが多いんですね。で、そういったことをですね、明らかにこうしていったらアドバイスするというのが主な内容になります。で、実際にどんなことをしているかというと、簡単には水光熱費、毎月こう検診票みたいな形で届いているものもあればですね、支払いをしているものもあるかと思います。そういったような情報をチェックさせてもらったり、それから実際に事業所、その工場であるとか、オフィスであるとか、というものを見せてもらってですね、どういった運用を普段されているかみたいなことをチェックしたりなんかもしています。それから場合によってはちょっとした測定をですね、してもらって、客観的にこう数字で、ね、捉えるみたいなことも、
やっていたりします。であとはヒアリングですね。どのような運用されてるんですかということで、現場の方にお話を聞くというようなことをやってですね。で、少しちょっと小さくて恐縮なんですけど、右のような形で、レポートをお返しして、こういった現状ですよと。それから、類似の業種と比較すると、今あなたこのぐらいの位置にいますよというようなことを示してみて。で、それから、お金のかからない対策からお金がちょっと必要ですよねっていう対策までをこう提示するというようなことをやってですね、少しでもその次のステップに進むための、参考になればというような情報を提供するというようなことをやっています。で、これちょっと後の方でもまた繰り返しお話することになるかと思うんですが、私はすごく大事にしているのはですね、やっぱり実際現場行ってみるとわかるんですが、必ずやっぱり、言ってみると、相手、先方はですね、いろんな疑問とか、ちょっとした悩みとかを持ってる場合があるんですね。で、それは、ひょっとしたら、そういうのに詳しい人が聞くと、なんだそんなことかってこう思うようなこと、言ったら些細なことみたいなこともあるんですけど、それはその人にとってはそれがすごい引っかかっていたり疑問だったりっていうのはもちろんありますので、そこに対しては決して、なるほどという形でですね、誠実に答えるというようなことを大事にしています。で、そうすることで、当たり前ですけども、その方との、信頼関係というかですね、そういうものをこう築くということで、どんな、些細なこと、例えば、少年の貢献で言ったら、ひょっとしたら小さいかもしれないような悩みであっても、そこに対しては誠実に答えるというようなことを、これまでも心がけてきました。なので、ここにもちょっと書いてますけども、そういうことをですね、通じてですね、一番大事なのは、その現場の方との、関心と意識をこう、いかに高められるかというところかなと。いうふうに思っています。だから、もちろん結果をね、紙でお渡しして、お話もさせてもらうんですけども、やっぱり一番大事なのは、その次のステップにその方が進んでもらうということかなと思いますので、そのための、信頼してもらうというか、次につながるように、こちらもアドバイスしやすいような関係になるということを、一番大切に、しております。はい。で、ただ、省エネの提案を示すというふうにお話ししましたけれども、何でも提案できるものすべてを示すかというと、そこはちょっと順番があってですね、やっぱり見させてもらって、そもそもこれいらないよね、みたいな、ことであるとか、この機械使うんだったら、こう使った方がもっといいんじゃないですか、というようなことであるとかですね。まず、お金のかからない話から、すぐにその場でもできるようなことから、提案をしていきます。これ結構大事で、で、ここで、実際に効果があったり、効果を体験していただくということができると、非常にその後につながりやすくなりますので、いかに実際、診断をさせてもらったときに、そういうポイントを、見つけたり、提案をできるかっていうのは結構重要にはなってきます。で、最後に、症例のね、機器を買い替えるなら、ここですよ。これだけ効果ありますよってことを、説明をしたりということで、買い替えはもう最後のステップということに、しています。で、それはやっぱお金のかかることになりますので、これはすぐにできないということがありますので、順番としてはこのような形で、いつも報告書を作るようにしています。で、これも、繰り返しになりますけど、コミュニケーション能力が非常に問われる現場なんですね。で、チラ見と互換でと言いますけども、見させてもらう時間って非常に限られています。もうお店やっている最中であったり、閉店後とかだったらまだいいんですけど、やってる最中にですね、バッと、見せてもらったり、下手するとお客さんいるとか、利用者さんがいる中で何かをしないといけないと、非常にちょっと限られた時間で、見させてもらうということがかなり多いので、ものすごい、なんですかね、瞬間的なこう判断というか、記録もそうなんですけど、かなりの力を使って短時間で、いろんなものを見たり聞いたり、するようにします。で、同時になんですけども、お話をしてくれる人と、それから、現場でスタッフとして、もし動いてる方おられたら、両方こうお話を聞いて、ちらっと聞いてみたりとかしながらですね、その辺の人間関係なんかも同時にチェックするようなことも私はやっています。これもちょっと後で出てきますけど、そういう、人間関係がうまくいっていないとですね、進むものも進まないということもありますし、どの方が実はね、悩みを抱えておられるけど、なかなかこう、中で共有できてなくて、みたいなことが起こってるのかな、っていうようなことも、現場で同時に見ていったりもしていますので、なかなかこう、限られた時間でこう、ね、いろんなことをしないといけないという、業務です。ちょっと探偵業務という言い方を書いてますけども、まさにそれに近いものがあるかなと思います。はい。
私は今回全部省エネという単語というか言葉でお話をさせてもらうんですけど、最近はなんかちょっとこの言葉がですね、なんか我慢制限するようなネガティブなイメージが強いというようなこともあってですね、まあなんかエネルギーの効率向上とかですね、別の言い方をするという動きもあるんですけども、まあ、私はやっぱりね、いろいろ改善してとか工夫してクリエイティブなイメージっていうちょっと前向きなイメージを持っていますので、まあまああえてそれを置き換えることもないかなということで、もう省エネという言葉でこのままいきたいというふうに思っています。はい、まあ、そんな形でですね、省エネ診断というのをこれまでいろいろやってきました。で、ちょっと中小企業という話が今回テーマになっていますので、少しだけ中小企業の話を、CO2 排出量の話に触れたいと思います。ちょっとデータ古いんですけども、大企業とね、中小企業とあって、じゃあ中小企業ってそんな出してないんじゃないのという気もするんですが、いやいや、こうやって分野別に見ると決してそうではなくてですね、この図の濃いオレンジのところがそうなんですけども、決して、少ないとも言えないです。特にサービス業とか部門を絞るとですね、業務部門なんかではその 43% ぐらいが、中小企業由来の CO2 排出になっていますので、決して無視できる量ではないと思います。ただ、難点というか難しいところは数が多いということです。事業者の数が多いということと、やっぱそれぞれはの、スタッフさんというか人手が少ないので、そういったことの、業務まで CO2 削減とか、改善するといったところまで手が回らないというような現状もあるんだと思います。まあ、逆に言うとですね、もう経営者さんと直接お話しする機会なんかあるとそうなんですけど、意思決定が早い場合もあるんですね。ですので、適切なその情報の共有であったり、それからその機器の買い替えの補助金なんかもそうなんです、補助制度もそうなんですけども、支援があれば、省エネかつ CO2 というのは、進めることは必ずできると思います。これも最後もう一度触れようと思いますけども、どうもやっぱりこの情報になかなか適切な情報に触れる機会が少ないとか、入手する機会がないとかですね、入手する時間がないということがあって、なかなかそういったものを取り組む状態にならないという現状があるのかなというふうには思っています。ですので、私の場合はこれまで関わってきた業務によるんですけど、そもそもこの診断してほしいというふうに申し込みしてきた事業者さんの場合は、もうすでにまあ言ったら、そういうことをしたいという関心を持って参加してくるので、非常に話は早いですね。で、それはもう全然、ウェルカムというか、間違いなく全種してくれるので、問題ないんですけど、ちょっと別の事業ではですね、例えばその商店街とか、何々組合とかいう形で、いろんなマスを、グループを組んでるような、小さな事業者の集まりなんかで、こう診断なんかさせてもらうそうなんですけど、まあ、全員が全員別にそのことに関心があるわけでもないという状況の中で、診断してみると、今言ったようなその関心の度合いとかですね、いうのは非常に感じることがあります。で、ただ、かといって、じゃあ、全然無関心かというと、こちらの話聞いたら、ああ、そうやったら、そんな電気代下がるんだったらやってみようかな、みたいな感じで、それによって関心を持ってくることは、場合はいますので、決してそれは、意味がないわけじゃないと思います。ただ、まあ、何らかそういうですね、そういう情報に触れる機会、それから、をいかに増やしていくかということが結構あるのかな、重要なのかなというふうには、この、まあ、10年ぐらいこうやってきて常に思っていることです。だからそういうチャンネルがないということですね。で、もう一つそのチャンネルがないというか、まあ、なかなか難しい理由はですね、もう一つは、やっぱ営業が多いんですね。特に、例えば LED を売りますよとかつけませんかみたいな形で来ると、やっぱりもう、ぱっと見、なんか売りつけに来たな、というふうに思われてしまう。というところがあって、もうそこから前に進まないっていうのがあるので、その省エネ診断のように別になんか物を売るわけではありません。あくまで、第三者として、こういったことがすごい有効ですよって提案だけしますよというふうなことで、こっちは何も、売るものを持ってないというようなことを明らかにして、中に入っていくというようなことで、関係を築いていくというのも大事なのかなっていうので、これまでの感じでいくと、なかなかそういう業者さんが入っても、情報を持って入っていっても、そこで蹴られてしまうというケースがすごく多かったのではないかなというのもあります。そういったところはもちろんね、情報を持ってきて、前向きに進むケースも、中にはあるんですけども、
ちょっと小さい商店になればなるほど、そういったのでも門前払いをしていってたというケースは、実際現場に行くとよく聞いたりしますので、やっぱなかなか、そのやっぱり診断って第三者として、中に入っていくということの重要性っていうのは、あるんじゃないかなというふうに考えています。はい。で、再エネと同時に省エネをっていうのは、これはもう、最初から言ってるので変わりません。やっぱり省エネっていうことをですね、通してですね、エネルギーのことを考えてもらうという機会にしてもらえたらというふうに思ってますので、はい、同時に省エネを考えてほしいなと思います。はい、ちょっと時間限られてますので、パッといきますね。業種によって本当にエネルギーを使う用途ってさまざまです。さまざまですので、やっぱりこの省エネ診断する意味っていうのは結局、うちは明かりで電気をたくさん使ってるのかなと思ったら、実は冷蔵庫でしたみたいなふうにですね、事業者さんごとに全然その、まあ言ったら CO2 を出している、光熱費のかかっている用途っていうのは様々です。ですので、そこをまあ明らかにしていくというのが一つ大事なポイントになります。で、そのウェイトの大きいところから対策をしていくというのが一番効果的な対策になってきますので、まあそこを示してあげるという必要があるかなと思います。で、いろんな、対策あるんですけども、この10年、15年でやっぱり随分進みました。それはもう間違いないと思います。明かりに関しては、ちょっと前まではね、細い蛍光灯みたいなものがたくさん使われてて、LED よりも有利だというふうに言われていたんですけども、もうこの10年ぐらいで完全に、性能は逆転して、コスト的にも勝負できるようになってきました。もう書いてますけど、まあ、半分、もう 50% ぐらい、簡単に削減できます。ですので、まあ、照明たくさん使っているところは、やっぱり LED が有利ですよ、という話になっていきます。それから、空調の話も少ししておきましょう。実は性能的にはですね、この10年そんなに、変わってはないんですが、まあ、その他いろんな、装置の工夫であるとか、制度の方の工夫でですね、消費電力量を下げていくという工夫がなされています。で、コロナの後に関してはですね、やっぱり換気をちゃんとしないといけないというところで、換気機能も強化されたということが今現在進んでいるという状況です。で、ちょっと この間いろいろ装置の、ね、話をハードな対策をずっと言っていくんですが、ちょっとたまにソフトの話も少し入れつつ、いきます。で、設定温度をですね、1度改善しましょう。27度で冷房しているのを28度にしましょう。みたいな風な形で、1度緩和しますということをすると、まあ一般的には 10% 省エネですよというふうに言われています。で、実際そのぐらい効果あります。で、問題は、すいません、ちょっと大の字で間違ってるんですね。問題はですね、この1度緩和が実際現場で できるかというのが結構大事になってくるので、空調の場合は機器の省エネももちろんそうなんですけど、そもそもなんか温度を変えれない状況にお部屋がというか建物がなっているということの方が実は問題だったりということになってきます。で、診断時にあるあるという話を少し書いていますけども、うちはもう全部28度やってますよというふうに言うんですが、後で写真をっと確認すると、実はリモコンを読みたら25度になっているというケースあります。あります。でもそれは別に責めることでも何でもなくて、やっぱりそこにそれが実際28度にできない問題があるからなんですね。ですので、診断したものとしては、それがなぜ25度にこの人はこのお部屋はというか、しているのかなというところを考えることになります。だから簡単に、したら省エネですよとか、エアコン買い替えたら省エネですよっていうんでは、多分、この今言ったケースは改善できないということになりますので、そこを大事にしないといけないということになります。はい。で、私たちの体っていうのはですね、部屋の、室温、空気の温度だけを感じているのではないんですね。実は、お部屋の中にある、天井であるとか床とか、面の温度も感じています。今、私もこの背景、壁があったりしますけども、こういったものの温度も実は感じて、暑いとか寒いとか言っていますので、窓ガラスがね、すごく冷えてると、なんか冷えた感じがするな、っていうような体験はあるかなと思うんですが、それと同じでですね、部屋の中に極端に冷えたり、極端に暑い面が、あったりすると空気は冷えているのになぜか不快に感じたりということが起きます。というわけで、それをまあ体感温度という見方をするんですけど、まあ、こういったことがあったり、それから温度計だけではないってことですね、快適性というのは。それからオフィスでも、これちょっとまあお家の話を中心に書いてますけども、まあ、オフィスでもエアコンの風が、ね、直接当たるってすごく乾くんですとか、なんか頭だけぼーっとするんですよとか、窓のね、温度がすごい冷たいですとかいうような、
ことで、なんか局所不快みたいなものがオフィスの中とか事業所にあるとですね、どうしてもそこの方はやっぱ作業して不快なので、それをなんとかしようとしてエアコンの温度をガーッと変えてみたりということが起きますので、ちょっとこういった状況っていうのがないかというのを探していくというような必要性が必要があります。はい。でもうここからはね、コロナがになってしまったので換気の話はもうすごい重要になってしまったんですけども、目安は変わりません。逆に CO2 メーターがですね、結構当たり前になって、逆に換気できてるかどうか分かりやすくなったんじゃないかなというふうにも思います。ちょっと換気の話はなかなかできてたりできなかったりするので難しい点もあるんですけども、今どこの、ね、お店に行っても割とこういうCO2 で濃度を表示しているというケースがあるかなと思います。一般的には 1000ppm という値を、切るぐらいに換気をしましょうということが一つの目安として言われています。ただそのまま換気をしてしまうと冷暖房の時期ではですね、熱が逃げてしまったり外から熱い空気が入ってきてしまったりというのがありますので、最近ではですね、最近というのはここ何年かですね、この熱交換換気システムというものが建物、特にビルなんかでも重視されてきました。でこういったものが今後もう少し発展するというか広がるんではないかなというふうに思います。で換気についてもあるあるがいくつかあるんですが、一番大事なのはですね、空気の出口だけ確保してもですね、実は空気が入ってくる、新鮮な空気が入ってくる入り口がないと換気ってはできないですね。なので、つい何もどこも開けないまま換気扇だけガンガン入れるというような換気をされているケースがよくあります。で、そうすると、お部屋の中、店内、室内、不圧になってしまって、入り口の扉が重たいとかですね、なんかすごい隙間風がビューッと入ってくるみたいなことが起こるので、そういったことにつながるので、ちょっとこの換気への理解っていうのをこう進めていかないといけない。どうしたら風っていうのは入れ替わるのか、空気入れ替わるのかっていうことも同時に伝えていけないのかなというふうに思っています。はい。冷蔵庫も随分省エネになりました。もうこれは確実に進んでいます。もう5割とか、冷凍ショーケースに関して7割ぐらい省エネしてますので、進んでます。だから装置入れ替えりさえすれば、確実に省エネできるということになってきます。スーパーとかも顕著だと思うんですけども、もうこういった形で省エネが進んでいるところもあると思います。はい。冷蔵庫に関してあるある一つだけ、これ、いろいろ今まで、事務所とかにこう行ったことあるんですけど、古いですね、家庭用の冷蔵庫がですね、なんでか使われてると。それこそ20年、30年ものの冷蔵庫があったりします。で、私物を持ってきてるんですね。私物がまだ使えるからけど、事務所にそれが欲しいと。いうことで、持ってきて使ってたりするケースが結構あります。で、もちろん使えるものは大事に使いたいというところなんですけども、やっぱり電気代で見るとですね、もう比べたらもう3倍ぐらい電気代かかってることになってますので、これ、みんながみんなそれやってると、やっぱり塵も積もればで、ないことになりますので、やっぱりちょっとこれは電気代結構かかってるもんなんですよってことは、お伝えするようにしていますが、結構この古い冷蔵庫、私物を持ち込むケースっていうのは、なんか、行く先々で見かけるケースですので、まだまだそういうところにですね、実は古い家庭用冷蔵庫が眠ってそして動いてるということがあるんだというのはちょっと押さえておくと面白いかなと思います。どっかでね、やっぱ変えていかないといけないのかなと思います。はい。最近現れた難敵はですね、サーバーです。もう IT が進んでいくとなおさらです。いろんなバックアップでシステムであるとか、ウェブサイトもそうなんですけど、このサーバーが最近いろんなところで電気のウエイト大きくなってきました。冷蔵庫よりちょっと厄介かもしれないです。24時間365日べったり動いてますので、ちょっとなかなかどうしたものかなというところで、サーバー自体の性能を高めるとかですね、外部サービスに託すいろんな方法はあるんですけども、ちょっとこれからの課題の一つになってくるんだろうなと思います。世界的にもね、いろいろその Google であるとかいろんなところがサーバーを動かしてますので、その電力が結構膨大だというような話もあると思うんですが、個々企業さん、中小企業さんに置かれてもですね、小さくてもそのサーバーを構えてるという場合がありますので、これがなかなかこう年中べったり電気を食って、しかもそれを冷やさないといけない。夏場は冷房もかかるみたいなことになっているという現状があって、ちょっとこれからの課題だなというふうに思っています。はい。というようなちょっと個々の対策を含めてですね、ですので、ここに見れば、半分ぐらいに下げる。機器を変えさえすれば、適切に変えさえすれば、下げる可能性は十分にあるんだろうなと思います。ただし、その事業者さんごとにエネルギーの特徴というものは違いますので、そこはやっぱり、特徴を踏まえた上での各対策総動員みたいなことが言われるんだと思います。必要になってくるんだと思います。
で、一つだけ空調に関してはですね、先ほどちょっとお話したように、建物の作りであるとかということに非常に左右されますので、空調機器だけを新しくしたからって、もちろん省エネにはなるんですけども、本当の意味で、エネルギー削減につながるかというと、やっぱそこは建物の性能であったり、改善みたいなところもセットでないと難しい面もあるのかなというふうには思っております。はい、全体の省エネする上でいろんなやり方あります。じゃあ自分で買い替えればいいのかというとですね、もちろんそれで買い替えたら一番やりやすい話なんですけども、一つはそれをサポートするという意味で、エスコ事業というものがあります。簡単に言うと、エスコ事業者さんの方がですね、そういう機器の入れ替えとかを全部うちでやりますと。費用も全部うちで持ちます。で、そのうち、下がった電気代、まあ、ガス代とか、その下がった分の利益から、その分のペイをちょうだいねというような形です。削減した分を、から、そのエスコ事業さんは自分の費用を回収していくという形を取りますので、事業さんは、費用払わなくていいというシステムです。で、まあ言ったら、そのこんだけは減りますよということを保証していくシステムになってますので、まあ非常に参加する、しやすい形にはなってるんだと思います。ただし、このエスコ事業もですね、何でもできるかというと、ちょっと課題もあって、非常に小さい、まあ言ったらその削減した光熱費分で、賄っていきましょうという仕組みですので、そのこの L 分が小さい事業者、小規模事業者になってくると、ちょっとこのエスコの実施が難しい場合も出てきます。そこはちょっと、そういう課題もあるということです。それから、エネルギーを見える化しましょう。これ、としたらもう、どうでしょう。弁護士会館さんもやられてることかもしれませんが、単純に毎月の光熱水費であったり、エネルギーの使用量を、きちっと可視化する。まあ別に手書きでもいいんだと思います。それをデジタルでこうやってもらう装置もありますし、そういったものを入れるだけで、実は、可視化するだけで、何か問題点を見つけたりですね、改善につながるといったケースもありますので、これ、今の、かける費用で言ったら少なくできるという対策の一つなのかなと思います。ですので、管理システム EMS というものを導入することで、いろいろ細かい、チェックをしたり、ちょっとエアコンを止めてみたり、自動で止めてみたりなんてこともできるようになっています。それから、もう一つ進むとですね、最近、やはりこの事業部門でですね、課題なのはビル、建物自体をどうやって省エネするかっていう話があって、で、ゼブというのが出てきました。家庭用の場合はゼッチというのがあるんですけども、こちらはビルですね、ゼロ、エナジービルディングという形でゼブと呼んでいます。簡単に言うと、まずやっぱここでも省エネなんですね。この図にあるみたいに、空調とか明かりとか換気とかそういうのに必要なものっていうのを、できるだけ自然の光を取り込みましょう。しっかり断熱しましょう。自然の環境をしましょう。というところで、なるべくパッシブな手法を最大限活かして、ビルそのものをまず省エネに作った上で、で、そこに、一番、まあ、いい空調機器入れましょう。いい給湯器入れましょう。みたいな形で、非常に性能の高い機器を、省エネ機器を入れていくというような形を取ります。で、そういうことを行って、で、50% まで省エネしたビルというのは、ゼブレディというふうに呼んでますけど、で、そこからさらに、再生可能エネルギーを導入して、エネルギー自給のビルを作りましょうというので、ゼブというふうな形になっていきます。最近では、庁舎とか、学校とか病院とかでゼブ化の改修みたいなことも進んでいるところです。ただし、ちょっと課題もあって、じゃあゼブ化すればいいじゃんというところなんですけども、例えば、まあ、地方公共団体さんなんかでは、その専門的なね、それを発注するノウハウを持った職員が少ないというようなことで、なかなかしたいけどできないというような課題も、アンケートなんかではあるというふうな話もありました。で、ここでは、実際の例として、滋賀県高島市の、庁舎さんが増改築をする中でゼブ化をされたということで、一つ例として載っています。これは一応ゼブレディ達成ですので、一次エネルギー消費量基準に対して 50% 減の、建物にされたということです。で、再エネはちょっと少ないですかね。一部太陽光発電と、それから、井戸水を使っているというふうに書いてますけども、もうメインは、とりあえず断熱をしたり、その光の取り入れをしっかりしたり、それから換気もそうですね。換気であるとか、日射、お日様のその遮蔽をするとかいう形で、空調の負担を減らしますよということをしっかり取り組んで、一応 50% 減を達成した、庁舎になっているというような形で、こんな形のゼブ化の改修であったり、ゼブ化でビルを建てるといった動きも、進みつつあります。
はい。いろいろ省エネの話をしてきましたけども、もちろん再エネ導入というのは今のゼブ化の最後もそうですけどもあります。で大事なのは多分地域に合った再エネを生かすということなんだろうと思いますが、太陽光の発電設置はもちろんですし、太陽熱、お湯をたくさん使う、暖房をたくさん使うというところであれば太陽熱、もちろんこれね、お日様の加減にもよりますけども給湯冷暖房設備というのもあると思います。それから木質のですね、バイオマスを使ってというのも、その地域によってはそういうものを入手しやすい、またそういう入手できるようなルートを作るという意味においても、そういったものを取り入れていくということも必要なんだろうなと思います。温泉があるところ、それから今の高島市さんなんかも地下水、井戸水を使った熱利用なんかをされていました。ここは一つ、京北かな、というか高齢者施設の中山さんという建物のお話を少し聞いたことがありますので、その例として、載せているんですけども、太陽熱の収熱器と木質ペレットボイラーによって給湯という床暖房を行うということをしております。木質ですから非常にお風呂毎日使いますので、お湯たくさん入れます。それから冬はやっぱり暖房しっかりしないといけない。床暖房はそうなんですけど、ということでやっぱ熱をたくさん使うんですね。ということもあって、そういったものを入れられているということで、運用も始めております。再エネ導入をしたさらに、もう一つその先として、これもね、お金をかけずに今はできることの選択肢になりましたけども、エネルギーの調達先を変えるという話があると思います。もうひょっとしたら省エネの提案をするとき同時にこの話も、ここ再建するようになってますけども、最も簡単にですね、できる取り組みなんだろうと思います。で、なかなか、やっぱりどうしてもこの事業者さんってお金の話に行きがちなんですけど、やっぱりその大事なのはね、再生可能エネルギーを応援できますよということであったり、その払うお金にしても、どこに払うのかといったところまで含めて、そういう、電力会社と変えるということは少し含めてお話をしないといけないのかなと思って、丁寧になるべくお話するようにしてるんですけども、これも、そんなにお金がかかる話ではないので、非常に電力自由化、工業自由化始まって以降は提案しやすいというかですね、対策の一つとしてもお話をしやすくなった項目の一つではあります。はい、ちょっと時間になってきました。最後に一つ事例をですね、紹介できればと思います。これ豊中市の呉服店さんの例なんですけど、食住一体です。商店街の中にある呉服店さんなんですね。で、1階が店舗。で2階が展示場。で、3階以降に住居があるというようなお店でした。で、行ってみると分かったんですけど、2階の展示場が、すごい暖かくてですね、1階のお店がすごい寒かったりするので、1階でガンガン暖房してるんだけど、全然効かないんだよねっていうので、全部2階逃げちゃうんだよねっていうような話をしていてですね。というので、この右側の写真にちらっと載せてますけども、のれんかけたらどうですかというので、暖かい空気上にすぐ上がるので、それを階段で止めましょうというようなことをしました。だから、普段展示室に別に人はいないので、温める必要はありませんので、1回だけ温めるように工夫しましょうと。で、やったらもうすぐ実行してくれました。で、それから蛍光灯を LED に全部変えました。で、これはですね、もともとやっぱりさっきの話で LED の営業は来てたんです。ですけど、なんかね、もう一歩進まない感じだったんですが、一つ私がこう話題提供したのは、LED その紫外線が少ないので、物焼けは減りますよと。で、物焼けってしてますかって聞いたら、ああ、やっぱ展示してるその着物、グッズですかね、このカバンとかそういうものがですね、やっぱ焼けてしまうというような話を聞いてですね、それは低減すると思いますよというような話をしたら、あ、なるほどねというような話で、ちょっと前向きに考えてみようかなというようなノリに、その時はなっていたというのを覚えています。で、実は一番大きかったのは屋上でですね、この、お父様がですね、なんか植物用の温室とヒーターをガンガン動かしていて、で私診断終わったというか途中でですね、電気のメーターをいつもチェックするんですよ。メーターが見させてもらった以上になんかぐるぐる回ってたんです。で、これはおかしいなと思って、なんか他に動いてるものないですかねって。電気使ってもないですかねっていう中で、そういえば屋上で親父がなんか温室やってるっていうので、ちょっとそれ見させてもらいに行ったら、それずっとガンガン、24時間ヒーターが入りっぱなしになったというケースがあって、で、それまあ相談したら、あ、じゃあまあ暖かい時期とかそんな切るよというような話で調整をしてくれるという話だったので、運転時間調整しましょうというような話になりました。実はこれをすぐやったおかげで、電気代がコンと下がったので、
なおさらここの店主さんはですね、あ、これは効果あるなというふうに思っていただいたのか、今言った LED に進めるとかそういったことも実際進めるという話になりました。ですので、まあ、裏話としてはこの屋上のヒーターの発見した効果は結構絶大だったわけなんですけど、まあ、それ以外でもね、話題提供できたことはもちろん大きいんですが、まあ、そういったこともつながって、1年間で20万円ぐらい、22% ぐらい電気代、減です。CO2 すると5トン、34% 減に、これだけでなりました。もう十分LED の分は元取ったんじゃないかなと、取れるんじゃないかと思うんですけど、いうぐらいですね、あっという間に削減できてしまったというケースです。まあ、これはうまくいったケースなんですけど、私が診断してきて進んだケースっていうのは、やっぱり全てをちょっと追跡できているわけじゃないんですけど、15% ぐらいだと思います。実際何かしましたとか買いましたよっていうのはそのぐらいです。だから、やっぱまだまだこう診断したからといって、実際そのアクションが進むというのはちょっと少ないというのが、まあ、私が関わってきた範囲内ですけども、現状なんですね。で、講師のお金がかかるとか、やっぱそのすぐには難しいとかですね、いうことでハードルがいくつかあるんだと思います。でもちょっとそこで諦めるわけにはいきませんので、できるだけ進めてもらうために、やっぱりこう体験、実際効果をね、体感できると次に進むということがさっきの事例でもありましたので、できるだけこう、すぐできる点をすぐその場でやっていくということを大事にして、それからその後どうなりましたかっていうのはちょっと一声かけるだけでも少し違うんだと思います。電力切り替えについてもね、なんか変えましたかみたいなことで、ちょっと声かけをするだけでもきっと違うんだろう。それからもちろん補助金のね、情報等があれば、それを提示することで、キック講師は実施しやすいんだと思いますし、申請が難しいということであれば、それをサポートするみたいなことも必要になってくるんだと思います。で、もう一つ大事なのは、タイミング逃さないということなんだろうと思います。機械っていずれ壊れますので、必ずどこかで壊れたり、買い替えるタイミング来ます。で、機器台帳みたいなもので、どうもこの辺で壊れるぞ、みたいなものを準備しとくと、まあ、すごくいいんですけど、どっかで壊れたときに、いかに、そのね、すぐ、やっぱりどうしても急がないといけないので、すぐ買い替えないといけないんですが、その時にいいものに変える、より適切な、システムに変えるということができると、まあ、もっと早く進むんだろうなと思います。なかなかそういったものがもう今ね、こう流れ作業になってて、うまくできないというちょっと現状があってですね、悩ましいところではあるんですけども、ちょっと諦めずにそこは、サポートしたいなというふうに思っています。で、まあ、最後にですね、いかに自分ごとにするかという話があってですね、右側の写真、空調機の大きなフィルターなんですけど、これヒアリングしてて面白かったんですけど、実は、これ、どうしても温度設定をみんなですね、こう、高めにというか、その、まあ、空調ガンガンみたいな形で、言っても聞かなかった。で、ちょっと考えたのが、結局みんなで、ここの空調機の、そのフィルターを掃除するということをやるようにしたそうです。で、そうすると、あ、これが空調機だと。で、こういうふうになるほど掃除したら、省エネになるのかということを、従業員自らが、まあ、すごく理解してですね、自分ごとにこうなっていくプロセスがあったらしいんですよ。で、そうすることで、結局温度設定も、誰かに言われてやるんじゃなくて、自分たちでこのぐらいでいいというふうに判断して、温度設定を緩和していったというケースの話を聞いてですね、あ、なるほど、それはすごくいいですね、というふうに、聞いてたことがあります。だから、どうしてもやっぱりこう、自分の触れ、よくわからないものってやっぱわからないままにやってしまうんですけども、装置であるとか、そういう物事の意味が理解できると、自分ごととして、操作をしてくれる場合がありますので、まあ、そういったこともきっと多分、小さな事業所なんかでも特に、ね、必要になってくるんじゃないかな、というふうに思っています。で、最後に最後に、私、人間関係チェックという話を出しましたけども、なんでこれを言うかというとですね、私の、すごいすごい大先輩の方の言葉があってですね、いろんな省エネの技術を紹介してきたんですけども、人間の顔は出てこない技術なんかないよと。人間関係があって初めて技術の問題が出てくるんだ。省エネだって同じこと。機械だけの問題なんてありはしないよっていうことを、教えてくれたことがあるんですね。で、これ聞いて、おお、なるほどなと。確かに、その、どんなにいい機械が入っても、ね、それを、ごめんなさい。操作する人間側がですね、そこをやっぱ理解して、その何のためにそれをするのかっていうのを理解していないと、進むものも進みにくいんだろうな、というふうに思ってますので、やっぱり、最後はそこをちゃんと、理解してもらうとか、それが進むような人間関係を構築するとかですね、いうことなんかが、大事になってくるんだろうなと思います。必ず、やっぱりその省エネ技術だけの話では、省エネってのはないんだろうな、と。私はすごく思っています。とにかく2030年までですね、考えると、もうそれほど時間は残されていませんが、
で例えば弁護士の皆さんなんかもいろんなこう現場に入られることはあると思います。もし専門外というかあれではなるんですけども、そういう省エネにつながる情報なんかをですね、ついでになんかお伝えできる機会があれば、ぜひともどんどん広げていただけたらというふうに思いますし、皆さん一緒になってですね、省エネ脱 CO2 を進めていくというようなことができると、すごくいいかなというふうに思っております。すいません、ちょっと駆け足になりましたけども、私の話は以上になります。どうもありがとうございました。はい、山見さんありがとうございました。お話の中でいろいろ小さなオフィスとか商店でもできるような工夫ですとか、いろんな技術のヒントアイデア聞かせていただきました。ありがとうございました。続いては第三者所有モデルによるゼロ円太陽光発電というテーマで、認定 NPO 法人気候ネットワークの上席研究員豊田洋介さんにお話をいただきます。豊田さん、それではよろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは、気候ネットワークの豊田と申します。私の方からはですね、第三者所有モデルということで、ちょっと聞き慣れない取り組みなんですけれども、そういった取り組みについてご報告をさせていただきたいと思います。で、資料の方がどうも見られないという方もいらっしゃるみたいですので、別途私の方の資料だけ今少し違うところからも見れるようにさせていただきましたので、ご覧いただけたらというふうに思います。ではですね、お話の方を資料を見ながら共有をしながら進めさせていただきたいというふうに思います。第三者所有モデルというのはなかなか聞き慣れない言葉ですので、まず最初にですね、今再エネが置かれている状況というのをですね、紹介しながら、なぜこういったものが今広がっていこうとしているのかということを説明していきたいと思います。再生可能エネルギーというのは、高いというふうに思われてきて、今までもそう言われてきたんですけれども、今現在この再エネというのは世界的にですね、すごい勢いでコストが下がってきているという状況になってきているわけですね。で、実際2010年から19年の間で太陽光なんかもう 80% 以上、風力も 40% 近く、バッテリーも 70% 以上下がってきているわけですね。で、この、グラフの中のですね、このちょっと色をつけて薄く塗っている帯のところですが、ここが従来の既存の電源のコストなんですね、化石燃料のコスト。それと比較をしてもですね、ほとんどのもう再エネ電源がですね、それを下回るという状況になってきているということです。ですので、コスト的にももう化石燃料よりも再エネを進めた方がいいという状況が生まれてきているという話なんですね。で、実際に日本の中の太陽光発電のコストというのを見ていきますと、これもですね、年々下がってきているという状況になってきています。で、これは2025年に向けてですね、国の方がこのコストを下げていくんだということで説明をしている資料なんですが、ここに現在の世界と日本のコストの比較というのがあるんですが、日本の太陽光発電もですね、現在だいたいこの13円ぐらいまで、この発電単価ということですけれども下がってきている。ただ世界はもっと下がっていて、もう今5円台というところまで来ているんだということで、この世界の下がり方に日本も追いついていかなければいけないという課題も一方ではあるわけです。ただ見ていただくと分かるように、昔に比べるとですね、過去キロワットアワーあたり60円ぐらいだったものが今その4分の1ぐらいまでは下がってきているという状況にあるわけです。それからもう一つ今状況が変わってきているのが、これまで太陽光発電の事業ということを考えたときには、基本的には国の調達価格に基づいて売電をする、フィットの価格で電気を売るということをですね、ベースに考えていく事業が多かったわけですけれども、この価格もやはりどんどん下がってきているということですね。2019年度はもう19円まで下がってきていますし、2022年度は17円というところまで来ているというわけなんです。そういった中で状況としては、売る価格っていうのがこうやって下がってくる。で、さらに先ほど紹介をしたように、例えば家庭に太陽光発電を設置した場合にもですね、もうすでに太陽光の発電コストがずっと下がってきているという状況にあるわけですから、ここちょっと円がずれてしまって恐縮ですけれども、住宅に太陽光発電をつけて発電した時の価格っていうのが、実際に購入する電力の価格と比べてどうなのかっていうのを比較をするとですね、もう2014年以降からは太陽光発電が発電してくれる電気代の方が
家で電気を買うその電気代よりも安いという状況になってきているというわけなんですね。ということは、先ほどのフィットの価格もそうなんですけれども、フィットで売るよりも、まあ、こちらの家庭用の単価というのが高いという状態にももうなってきていますので、売るよりも自分で使った方が得をするという状況になってきているんだということ、これが一つの前提となってくるわけなんです。実際このフィットというものはこれまでは安定的にですね、価格を固定して保証することによって、全量買い取ることを保証することによって再生可能エネルギーの事業の予見性を高める、それによってこの再エネを普及していこうという仕組みだったわけですけれども、2020年度から例えば10キロワット以上、50キロワット未満の太陽光に関しては 30% 自家消費をしなければフィットの価格で買い取ってもらうことができないという制度に変わりました。つまり全量売電ではもうそもそもなくなったということです。でさらに2022年度以降からは、この今までは固定価格で買い取るという制度を変動価格にしていく FIP というふうに言われている制度に移行していくということがですね、予定をされているんですね。 FIP というのは市場の価格にこの売電価格を連動させてですね、でそれに少しだけ上乗せをするような仕組みを作っていくというようなモデルになっているわけです。ですので市場の価格は、例えば太陽光発電なんかは当然お昼間の電気代、まあ、太陽光のおかげで電気代が価格が下がるわけですけども、最も太陽光が発電してくれる時間帯の太陽光発電の売電価格、FIP価格というのは非常に低くなってしまうということになるわけですから、当然この事業の収益性が下がる、まあ、さらに言えば変動することによって予見性が低下するので、こういう売電事業で成り立たさせるということがまず困難になってきているということなんです。そういった中でこの再生可能エネルギーを普及させていくということを考えたときに、今広がりつつあるモデルというものもですね、昔と比べると変わってきたわけですよね。例えばその家庭向けなどに太陽光発電を設置していってもらおうということを考えたとき、やはりまず皆さんにとってネックになるのが最初の初期投資であったりとか、あるいは価格がいくらなのかということ、もちろんこの価格の部分ということは非常に大きく効いてくるわけなんですけれども、もう一つは、まあ、どこに頼んでどうやってつければいいのかという、まあ、手間の部分、ここがですねよくわからないのでやっていないと、自分で探せないとか、そういう人たちも結構多いわけです。特に太陽光に関しては最近ではですね、やっぱり悪徳事業者なんじゃないかとかですね、この事業者で大丈夫なんだろうかということが判断ができないと、まあ、たくさん営業の電話なんかもかかってくるので、なかなかそういうところが選べないという方も多いわけです。でそういう中で今出てきているのが、自治体が窓口となってですね、太陽光発電を設置する人たちを募集するような事業、まあ、共同購入事業という感覚でですね、取り組まれているものです。これはもう100件とか200件とか、例えば京都府内でそういった方々を集めてですね、それをつけたいという人たちに向けてですね、この太陽光発電、このつけたらいくらになりますよというような形で、全体で購入することによって価格を下げるということをする、そういう枠組みが出てきているということです。で最近ではこの太陽光だけでなくって、この京都府下でもですね、イーデンというふうにここにちょっと例を挙げていますけれども、電力の共同購入ですね、再エネ電力比率の高い電気を安く購入するというような共同購入モデルというものも今取り組まれていっているというところです。でまあ、こういった共同購入モデルというのは、まあ、自治体が窓口になるということで信頼性が確保できるということ、また共同購入によってですね、通常より安い価格での導入がまあ期待できる。で、まあ、窓口になる事業者も一つということになるので、一応ワンストップのサービスで取り組みを進めることができるというところがメリットとしてはあるわけです。まあ、ただ一方でこういった共同購入事業の窓口をやっている事業者というのは地元の企業ではないということもあるので、この再エネ事業というものが地域の、まあ、発達発展に対してですね、どれぐらい寄与することになるのかというところの課題はあるということかというふうに思います。まあ、こういった形で、制度の変更だとか、それから、その市場環境が変わっていくということに対して新しい取り組みっていうのが生まれてきているんだということです。また最近では各家庭においてもですね、やはり震災とか、まあ、防災、異常気象災害などに対してもですね、備えをしていかなければいけないと
ということもあって、家庭の太陽光の設置とともに、例えば蓄電池をつけたいというふうに考える方々も増えてきているわけなんですね。ですが、まだまだその蓄電池そのものっていうのは結構コストが高いということが大きなネックになっています。そういう中で今新しいモデルとして期待されているのがこういう EV ですね。電気自動車を家庭につけて、日中はですね、使っていないときは電気自動車に対して充電をしていって、夜から夜間にかけて自動車から取り出して家庭でですね、電気を使っていく。まあ、この電気自動車を、まあ、バッテリーと見立てていくというような取り組みが広がっていっています。最近では公共施設などに電気自動車を配備してですね、太陽光発電から充電をしていく。そして例えば災害時などにですね、公共施設なんかで、太陽光がつけれていないような場所、こういうところにはこの EV を例えば持って行って動くバッテリーとしてですね、移動させてそこで電力供給を行う、まあ、防災拠点なんかにもですね、活用していくっていう取り組みなんかも行われるようになりつつあるという状況です。でこの電気自動車に関してはまさに今脱炭素の流れの中でですね、急速に発展をしていっている市場分野でもありますので、価格もどんどんと下がっていっていると。でそういうことに対して今日本の中でも補助金を出す制度というのも出てきていますし、例えば再エネ 100% で電力調達をするということを条件に家庭や事業所等でこの EV を設置する場合にはですね、その補助金がまあ倍額になるというような仕組みなんかも始まっていたりもするわけなんです。こういったような取り組みなんかを利用していくっていうようなことなんかが今後のですね、一つ家庭の中での太陽光やまあ EV を普及させていく施策となってきているということ。でまあ、ここまでお話をしてきたように再エネの、まあ、今の置かれている状況というのが昔に比べると随分変わってきたと。で制度なんかもですね、まあ、なかなかフィットが厳しくなってくるという中で、じゃあ何ができるんだろうか、次はどういう方向に向いていけばいいんだろうかということを、さまざまな立場の人たちが、まあ、考えるようになってきたわけです。行政だったり民間企業だったり NGO だったりと、そういう中で今出てきているのものの一つがまさに今日中心的なテーマになってくるこの第三者所有モデル、まあ、PPA 事業というふうに言われているような取り組みなんだということになるわけです。で先ほどもお話をしたように、これからの太陽光というのはやはり自家消費というのが中心になって普及をしていくだろうというふうに見られています。例えば戸建てとか集合住宅、それから非住宅という商業施設であったりとかですね、事業所の屋根であったり、あるいはこれからはですね、例えば駐車場の上にですね、まあソーラーパークのような形で太陽光をつけるような取り組みっていうようなことなんかも期待をされていたりするわけです。他にも耕作放棄地であったりとかですね、ため池の上であったりとか、さまざまな、まあ、今使われていないような場所を活用していくということも方向性の一つになってきているわけです。でこういったものをどんどん取り入れていこうという動きが今企業なんかにおいても広がってきていて、皆さんもご存知のように、この RE100 というふうに、世界中の企業たちが再生可能エネルギー 100% で電力を賄っていくということを宣言するようになってきているわけです。で例えば、こういう企業たちにとっても、この再生可能エネルギーをこれから自分たちはどうやったら利用できるのかということは、非常に大きなポイントになりつつある。でその中で、やはり注目を集めてきているのが、先ほど紹介した、まあ、PPA というような取り組みになるわけです。で個人の家庭であったりとか、まあ、企業であってもですね、再エネをじゃあ具体的にどうやったら使えるのかということを考えていったときに、例えば自分のところで自分で再エネ設備を導入するというやり方、それから再エネの割合の高い電力会社に切り替えるという方法、またその再エネ電力の価値の部分を証書として購入するという方法、これはまあ2と3がセットになって実現するようなモデルですけれども、そういった方法があります。そしてここに加えて発電事業者に太陽光をつけてもらって、そこからの電力を供給してもらうというやり方、これがまあ PPA というふうに呼んでいます。そういったようなモデルが今広がり始めてきているわけなんですね。で先ほどの RE100 というような取り組みなんかにおいて今重視されているのは、企業が再生可能エネルギーを使うということが、さらに再エネを増やすということにつながらなければ意味がないという考え方があるわけですね。ただ、古い発電所から出てくる再エネの電気を買って使っているからといって、じゃあ RE100 を満たしていくというふうに認められるかというと、今後はですね、そうではなくって、追加性という考え方で、
再エネを使うことが再エネを増やすことにつながらなければいけないという考え方が出てきていますので、まさに今後はこのパターン1やパターン4というような方法での導入を企業は進めていかなければいけないというふうになってきているわけです。で、そこで注目を集めているのがまさにこの PPA モデル、まあ、このパワーパーチェスアグリメントというものの略になるわけなんですけれども、日本では第三者所有モデルなどというふうにも呼ばれているわけです。で、まあ、何が第三者なのかというと、例えば太陽光発電をつけたいなというふうに考えている個人や企業がいます。で、そこの屋根に太陽光をつけようというふうになったときに、自分で直接つけるということではなくって、施工事業者がいて、その施工事業者がパネルを設置してくれるということになるわけです。で、直接自分でつける場合には、この施工事業者と自分との間でのやり取りということになるんですが、ここに第三者が加入をしてですね、その施工事業者に依頼をして、ある屋根に太陽光をつけてもらう。で、そのつける費用はその第三者が負担をする。で、そこから出てくる電気は設置された場所の個人や事業者が使うことができるというような、ちょっとややこしいんですが、まあ、そういうモデルになるという形で、第三者が施工事業者と設置の場所の間に立ってですね、そのサービスとして電力を使えるような仕組みを提供するというような方法になるわけなんです。で、実際直接その屋根の上に太陽光をつける、まあ、オンサイトでやるような事業に対して少し離れたところに発電所を作って、そこからの電気をまあ自衛線であったり、いわゆる自己託送と言われるような、まあ、あの電力会社の配電線を借りて運ぶようなやり方で電力の供給をするオフサイト PPA などというようなモデルなどもあるというところです。で、この PPA モデルというのはですね、実際に今かなり広がりを見せてきていまして、まだまだ大規模なレベルでは日本ではそこまで大きくは広がっていませんけれども、まあ、例えば実名を挙げれば、例えばセブンイレブンだったりとかですね、まあ、イオンだったりとか、こういうまあサービス業とか商業施設とかで屋根はあるような場所にどんどん設置をしていくということで使われていっているモデルでもあるわけです。で、このモデルの大きな特徴というのはここに書いているんですけれども、まず再エネの電力を直接使用できるというところ、それから先ほど申し上げたように RE100 との追加性の要件を満たせるというところですね。で、当然つけた電気をそのまま使うことができるので、その発電所をつけた場所においては電気代の削減につながるということ、それからこの発電所の設備の所有者は誰かというと、そのつけてもらっている家庭とか企業とかではなくって、間に立ってその発電設備を所有してそれを貸すということをしている事業者がいますので、その第三者が所有をしているという形に基本はなるんですね。ですから、その設置をする初期費用というのはついている場所、事業者個人には費用が最初かからない。で、自分でそれをさらにメンテナンスをする必要もないし、資産計上しなくてもいいというようなメリットがあるんだということです。まあ、いわば発電所を借りているというような形になるわけなんですね。で、最近私たちはこういう PPA の事業をもうちょっとこう広げていこうということでですね、私が手伝いをしているアワエナジーというグループなんかでもですね、本当に小さな市民団体グループなんですけども、こういうところでもですね、今独自のゼロ円ソーラー事業というのをスタートさせたんですね。ゼロ円ソーラー事業というのは、まあ、まさにこの PPA モデルになるわけなんですけども、初期費用ゼロで太陽光発電を設置できます。で、この太陽光発電の所有者というのは基本的にはこのアワエナジーというところになるわけです。で、アワエナジーが個人の家庭の屋根に太陽光発電を設置する。で、その個人家庭では設置された太陽光からの電力を使うことができる。で、使った電力の量に応じて使用量という形で、まあ、アワエナジーあるいはその先に電力の契約をしている電力会社に対してその電気代を支払うということをするわけです。で、この太陽光発電をつけている方からすれば、その太陽光発電の電気を使うことによる電気代の削減分プラス、余った時には太陽光発電というのは売電を行いますので、売電の収入というのもその設置をされている人が得ることができるということになるので、この削減分と売電分を合わせた分が自分たちのメリットに、つけている人にとってのメリットになるわけです。その分が月々払う使用料と比べてみたときに、まあ、ほとんど損をしないぐらいになっていくと
ということがあって、初期費用ゼロで、また使っていく中での負担もかなり少なくですね、設置することができるんだということで、まあ、今広がっていっているというような要素があるんだということです。で、まあ、こういったような形で、まあ、今初期費用ゼロで太陽光発電というのが設置できるようになっていて、まあ、あの形態としてはリースとかローンとか、まあ、カップ払いのような形になっているということなんですけれども、そういうモデルが広がってきていて、で最終的には10年から15年ぐらい、契約内容にはよるんですけども、例えばその太陽光発電というのは設置をしている家庭事業者のものになるということにもなります。所有権が移動するということにもなっていきますので、その再生可能エネルギーの設備を、まあ、持って使っていく、その後もできるんだという仕組みになっているというところなんです。まあ、でこういう仕組みというのが、まあ、今紹介したように、徳島なんかでも始まっていますし、例えば沖縄コープエナジーという電力会社ですね、沖縄コープの電力会社なんかでも組合向けに提供しているような形にもなってきているということで、まあ、広がりを見せてきているということです。というわけで最後にですね、この PPA というのが、まあ、今まさに政策環境とか市場環境が変化をしていく中で広がりを見せてきているというところで、まあ、新しいニーズを組んでですね、まあ、こういうモデルが広がってきているんだという形でご理解をいただくといいのではないかなというふうに思っています。まあ、今後もですね、新しい仕組みっていうのがどんどん多分出てきてます、出てくることになると思いますし、また最近ではコーポレート PPA というふうに言われる大きな企業と契約の中でですね、こういう太陽光発電をどんどん設置していくような事業が日本でも今大々的にスタートしていこうとしているというところですので、皆さんの方でもですね、注目をしてみていただいたり、あるいはご自身のですね、家庭とか、あるいは事業所とか、こういうところで太陽光を設置したいというふうに考える場合には、この PPA というものをですね、活用していっていただく、そういう機会は今広がってきているのではないかというふうに思います。ということで、まあ、脱炭素に向けて使える一つのサービスというか取り組みということでですね、覚えておいていただけたらというふうに思います。それでは私の話としては以上にさせていただきたいというふうに思います。どうもご清聴の方ありがとうございました。豊田さん、ありがとうございました。太陽光を、まあ、初期投資をあまり使わずに導入するという、そういうアイデアも生まれてきているというお話、大変興味深く聞かせていただきました。それでは最後に、少し時間が短くなってはおりますが、予定より少し延長はするつもりでございます。最後に京都弁護士会の吉田武博弁護士より京都弁護士会の電力切り替え、CO2 削減のための大規模修繕計画というお話をさせていただきます。それでは吉田さん、よろしくお願いいたします。はい、京都弁護士会の吉田武博です。KES プロジェクトチームの事務局長をしております。まず最初に弁護士会の特徴についてご説明したいと思います。京都弁護士会を含む弁護士会は1年ごとに役員、会長や副会長が全員交代をするという特徴がございます。毎年役員の挨拶回り等があると、まあ、びっくりされるんですけれども、まあ、何々の件を知っている方などが、まあ、次の年には全員いなくなってしまうと、まあ、そういうことがございます。また、役員が、まあ、委員会ですね、弁護士会の中にある委員会を担当をするんですけれども、まあ、本当に多種多様な委員会、50近い委員会がございます。それぞれの委員会が、まあ、さまざまなものを担当していて、まあ、よく言えば多様な視点が保障されているというふうにも言えるんですけれども、まあ、こうしたことからなかなかこう意思決定に時間がかかるという特徴もあったりします。先ほどの山見さんのお話では、中小企業では意思決定早いことはあるということなんですけれども、なかなか弁護士会ではそういったことが難しいところがあります。このため、まあ、継続性を保つ工夫ですとか、まあ、意思決定の過程ですね、他の委員会の視点 なども取り入れつつ、一つのことを決めていくということが必要になってくるわけです。後に会長談話についても紹介したいと思っているんですけど、これも会長が
勝手に独り言を言っているわけでは決してなくて、さまざまな委員会などの意見を聞きながら、しかるべき手続きを取っているということになっています。もう一つの特徴が、弁護士、職員と会館利用者の、3層構造になっているということになります。京都弁護士会の会館に普段いるのは弁護士会の職員さんです。そして、会館を利用される方が訪れると、弁護士は何か特定の用があったときに足を運んで、そこで法律相談を行ったり、委員会、今はコロナで、オンラインが多くなりましたけれども委員会に参加したりするわけです。そうすると、例えば省エネの取り組みに関しても普段、会館で仕事をしている職員さんに、負担がかかってしまいかねない。例えば我々の KES プロジェクトチームでは週1回会館の見回りをして、先ほど山見さんのこれも話、25度になぜか設定されてしまっている、これは何か理由があるんではないかと、いうことなんかで、見回りの結果、27度に直したりもしているんですけれども、それを職員さんに、させてしまうと非常に、難しい、弁護士との関係性が困ったことになるということで、汗をかくのは我々弁護士がやっているということになります。もう一つは、先ほどの、さまざまな委員会があるということとも関連しますが、弁護士、現在802名以上、京都弁護士会だけでも会員がいます。環境改善の取り組みに関しても、なかなか全員が同じ意思を、同じ関心を持って取り組んでいるということではない、無関心層へのアプローチというものも課題の一つと言えるかと思います。このため KES のプロジェクトチームも近年は啓発や普及活動へと徐々にシフトしてまいりました。なかなか乾いた雑巾を絞るような取り組みをしてても辛いものがございますし、いわゆる環境マニアからは脱却して、例えばさまざまなイベント、今日のセミナーもそうですし、啓発活動普及活動というものに、重きを置いていると。その中には当然 KES によってこれだけの、いいことがあったという部分で、会内にフィードバックすることも含まれますし、後に紹介するパワーシフトを、アピールするということもさまざまな場所で、これは特に弁護士会、他の弁護士会などのにもアピールをしたりもしています。でもう一つ今日のお話のテーマとして、京都弁護士会の会館の大規模修繕、2003年、平成15年に竣工されました現在の弁護士会館が大規模修繕の時期を迎えているわけですけれども、それにプロジェクトチームがコミットしていったと。でそれが理事者や委員会、総務委員会との二人三脚というふうに書いていますけれども、会館の建設や維持にを司る総務委員会や弁護士会の責任者である理事者としっかりと連携を取りながら進めていくということをしました。京都弁護士会もこれまで LED 化ですとか、あとはそのトイレや出入り口などのセンサー式ライトなどはすでに導入しています。つまり、消し忘れのチェックと、温度や消し忘れのチェックはなかなかする余地が減ってきていて、あとさらに環境の問題に取り組むとすれば、この機を逃すべきではないと、こういった視点もございました。京都弁護士会のパワーシフトをご紹介するときに、2016年11月25日の勤勉連人権擁護大会における決議のから出発しているということになります。この同日はですね、この決議は京都で開催されたシンポジウムを経て決議がなされています。持続可能なエネルギー政策への転換ということで、こうしたちょっと決議案は長いので省略しますけれども、社会への提言を行ったということになります。これは今京都市長が演壇に立っている図ですね。そして先ほどのスライドとこのスライドはですね、実は弁護士会の総会でも紹介したスライドなんですけれども、パワーシフトのキャンペーン事務局があって、京都弁護士会もパワーシフトをすべきじゃないかと。
つまり、まあ、社会へ提言するだけでなくて、我が身も振り返って、取り組むべきだということを、弁護士会の総会、2017年平成29年11月の臨時総会で、行いました。それを踏まえて、翌12月ですね、11月の総会でそれぞれの弁護士、まあ、無関心層も含めた方々に直接アピールした後に、パワーシフトによる再生可能エネルギー導入拡大を加速する会長談話を、公表するに至りました。その中で、電力会社の選択基準としてこの4つ、原子力発電や石炭火力発電に依存しないとか、再エネの割合を2030年までに 30%、 2050年までに 50% 以上、さらには電源構成の情報開示や小規模分散型の発電事業者を積極的に選択するという、まあ、こういった基準を弁護士会として公表しています。この基準すべてを満たす電力会社として京都弁護士会が契約したのが、みんな電力になります。2018年にパワーシフトを京都弁護士会は実現しました。まあ、この、顔の見える電力ネットワークというのがみんな電力のホームページにございまして、まあ、先ほどのあの豊田さんのご報告の中で の RE100 ほど、まあ、そこ大企業のような先進的な取り組みとは言いませんけれども、ささやかながらですね、まあ、名だたる企業の中に、次のページですね、京都弁護士会もこのように、燦然と輝いているということでございます。続いて京都弁護士会の大規模修繕について、ご報告いたします。先ほど2003年竣工というふうに、ご紹介しましたけれども、まあ、ご覧の通り、窓が非常に多い設計となって、夏場は非常に暑いです。役員室の右側の写真が役員室ですけれども、とても夏場は暑くてですね、コンサルと一緒に室外機をチェックしたところ、役員室の室外機がかなりこうへたっていったということなんかも、まあ、実感したところであります。これが室外機の様子です。弁護士会の屋上に、置かれているんですけれども、当時2003年の竣工当時はガスヒーポンと GHP ですね、あとは氷蓄熱の空調設備を導入していました。しかし、まあ、これも受け売りなんですけれども、ガスヒーポンというのは、まあ、エンジンみたいなものだから、15年間で、技術革新といってもそれほどではないけれども、電気式はモーターでかなり効率も良くなっていると、技術革新によって、電気式が良いのではないかということを、まあ、学んだ上で、大規模修繕に関して、取り組んだということになります。まあ、先ほど弁護士会の意思決定についてご紹介いたしました。まあ、歴代の理事者による、まあ、当初の予定としてはですね、コンサルティングに、を行って、まあ、見積もり書を2019年の6月に、発行してもらって、それを経て概算書の作成、を行っていました。でちょうどこの頃ですね、2019年の頃は KES のプロジェクトチームで名前が出てこない、省エネ診断ですね、失礼しました、省エネ診断を行ったところでした。で、まあ、概算書が出ているけれども KES としてはやはりしっかりと、関わるべきだということで、2000年の初め頃以降、本格化をさせました。まあ、横やりではなくて関わりということでございます。まあ、このままですと、まあ、仕様書を固めて、その仕様書をもとに、入札を行って工事に、実行すると、まあ、これによると、まあ、いわば公平性というものが、まあ、一応担保されるということにはなるでしょうし、まあ、入札の結果一番、安価な、まあ、かつ工事の内容ももちろん踏まえてではありますけれども、業者が落札すると。ただその工事内容が必ずしも、環境にどの程度配慮したものかというのは、まあ、考慮されるかどうかが判然としないということでした。で、2000年初め頃以降、省エネセンターによる省エネ診断を行って、あ、失礼、2019年に省エネ診断を行って、まあ、年間のエネルギーの使用状況であるとか、まあ、様々な改善提案
その中にはもうすでに実施したものもあるんですけれども、やはり、機器の交換にあたって、省エネ効率の良いものを導入するというのが良いのではないかというような、示唆もいただいておりました。で、一つ下の方に書いた仕様書入札方式のジレンマという部分もありますけれども、まあ、これは、まあ、ちょっと、割愛したいと思います。実際に我々プロジェクトチームが何を行ったのかというと、総務委員会はさまざまなその工法や工期だとか、まあ、どんな工事がなされるのか、保証期間はどのぐらいあるのか、まあ、そういったことをこう、全て、まあ、チェックする役割ですけれども、まあ、歩調を合わせまして、さまざまな機会を利用して役員会に顔を出して、 KES プロジェクトチームの視点からは空調効率の良いエネルギー CO2 の削減量の多い電気式のエアコンを導入すべきだということを提案しました。まあ、さらに従前からのコンサルの追加見積もりは出ていたんですけれども、そういったものも内容を分析して、報告をすることによって、弁護士会の、まあ、意思決定、導入のためのですね、仕組みそのものが改められることになりました。まあ、京都で、活動する、まあ、ゼネコンに声をかけて、使用メモですね、先ほどご紹介したパワーシフトの趣旨ですとか、今回の大規模修繕にあたっての考え方をメモとして提示した上で、説明会を開催してプレゼンテーションを実施するということを行っています。で、まあ、使用メモに関しては、まあ、今ご紹介したところですけれども、業者説明会は3社参加されました。でうち2社からプレゼンテーションが出ました。このプレゼンはちょうど今年2021年の2月に開催されたんですけれども、まあ、ちょうどその時期に弁護士会の役員が、今年度の役員が、まあ、大脇会長をはじめとする役員が選任されたところなので、昨年度の役員 5名と今年度の5名、全員がまあ、ずらっと並んで、また弁護士会の事務局ですとか、私とあとは総務委員会からも弁護士が参加してということで、弁護士側は総勢14名という大変物々しい形のプレゼンテーションをこう聞く側にはなったんですけれども、非常に、2社それぞれがよく練られたプレゼンテーションと、見積もりの提出になりました。でこれもですね、先ほどごめんなさい、ちょっと飛ばしてしまったんですけれども、省エネプラットフォーム協会さんはですね、この施工を行うにあたって非常にご尽力いただいて、そのプレゼンテーションであるとか、あるいは見積書の読み方についても多大な示唆をいただきました。単価がまるで違う見積書でも、まあこういう見方をすれば、まあ、ほぼ変わらない内容ですよということとか、まあ、我々、弁護士はこういったものには長けておりませんので、とても役に立ったことに役に立ちました。どうしてもですね、その結果、まあ、今ここの一番下には1000万円以上低い金額でということになって、さまざまなこの弁護士会の、無関心層も含めたところにもアピールできる内容にできたのではないかというふうに考えております。はい、駆け足になりましたけれども、私からのご報告は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。吉田さん、ありがとうございました。これで本日の予定は終了いたしました。最後までご視聴いただいた皆様、本日は本当にありがとうございました。脱炭素社会を実現し、この地球で私たちが生き延びていくために、個人でもできること、中小の事業者でもできることを、京都弁護士会ではこれからも広く皆さんにお伝えしていきたいと思っております。退室の際には、ウェビナーを閉じますと、自動的にアンケートの画面が表示されます。それにもお答えいただけましたら幸いでございます。本日は長時間ありがとうございました。